松田先生よろしくお願いしますはいさてえ先生今日が今年最後の放送になるんですけれども今年一年ありがとうございますこちらこそ今年一年を振り返りましてですね主に政治経済について先生どのように見ていらっしゃるかを伺いたいと思いますよろしくお願いしますそうですねまああの今年皆様方 <laughs> いろいろ私も口を滑らして言ってはいけないことを言ったりですね、いろいろありましたが、よくリスナーの皆様方にはですね、心から感謝申し上げたいというふうに思っております、また来年もですね、できる限り真新しい、あちらこちらで言われないようなことをですね、皆様方にお話しできればと。 いう,ふうに思っております、えー、さて、えー、今日は今年最後の放送ということで、まあ、1年を振り返る、えー、振り返ってみようというふうに思っております。まあ、今言われましたように政治経済ということなんですが、まあ、政治の面ではですね、まあ、政治というのは <laughs> 安全保障というふうに言ってもいいと思うんですが、政治面ではですね、えー、やはり <laughs> トランプ政権から、 バイデン政権に代わってですね、えー、アメリカの、まあ、国際戦略といいましょうか、外交戦略はどう変わったかということをですね、まず押さえておかなければならないと思いますね。トランプ時代はですね、えーまあ、中国に対するこの敵視政策ということ、これがまあ政治的、経済的、両方でですね、 えーまあ、中国にこの攻勢をかけるということで、まあ、経済においては、報復関税と言って、高い関税をですね中国からの輸入品にかけるというようなこと、また、政治面ではですね、ま、えーうん。まあ バイデン政権トランプ政権の前ですがバイデン政権まではですね中国に対して1つの中国という原則を守ってきたわけですね、まあ、アメリカと中国がこの友好条約を結んだのは1978年頃なんですがその時はですねその時に決まった原則というのが1つの中国ということなんですね。 どういうことかっていうと、台湾、当時、台湾はです、ね、中国の領土ではないし、あるいは中国の支配下に入っていない、そういう意味ではまあ独立した民主主義国家であったわけですね。うん、ですから、台湾を国家として認めている国も30も40も当時あったわけなんですが、まあ、しかしながらですね、 アメリカと中国との間の大原則として中国は1つという原則が決まる。えーまあ、ということは台湾は中国に属するということなんですが、まあ、これは現実には属してなかったわけですね。そして今日ですねご覧の通り台湾は民主国家ですし。 えー、ち領土は中国にこの属してませんね、占領、占領という表現がどうかと思いますが、えー、中国の支配下にないと、お政治的にも独立しているとういうことは、もう現実で見れば分かることですね。えー、にもかかわらず、ですね、えー、トランプは、あそのま、バイデンじゃなくて、 オバマ政権までは、ですね、この1つの中国の原則を守った、どういうことかと言いますとね、えー、国連に加盟してませんし、したがって国家としてですね、認めないという態度だったんですよ。ですから、あーアメリカにある、台湾はアメリカに大使館が持てないんですね、えー、大使館という言葉も使えない。したがって、えーえー 文化経済文化代表どころなんていう名前をつけてですねしかもそこに台湾という言葉を入れないで。うん えー、台北というですね、まあ、日本で言えば東京みたいなもんですが首都の名前を使って台湾という名前を使わないというそういうまあ気遣いというか、まあ、原則を守ってきたわけですね、えー、ところがトランプ政権になると厳密、うん、を返したようにですね台湾にいわゆる大臣クラスを派遣するとそれから台,台湾にですね F15、16だったかどちらかですが 100, 100機以上のです、ね、戦闘機をこの、うん、供給すると、これ、戦闘機というのは、いわゆるその戦略兵器でありまして、うん、中国にとっては脅威になるわけですね。 でそういうようなことをですね、トランプ政権がとって今のバイデン政権もその台湾に対してはトランプと同じかあるいはトランプ政権の時よりもですね、まだ台湾支援を強化しているということが言えると思いますね。米軍が台湾に行ってですね、台湾軍をの軍事訓練をすると。 そしてまたいろいろなですね攻撃的、戦略的兵器をですねどんどんと売っている供給しているということですからある意味ではトランプ政権よりもまだですねこの台湾の支援を強めていると。 そして、中国との軍事的な対立を深めているということが言えると思いますね。さらにはですね、日本を含め、アメリカの同盟国、友好国、これを全部集めてです、ね、軍事的に中国の包囲網というものを形成していく、そして経済ではですね、中国に対して、まあ、5世代の情報技術であるとか、 あいろんな面でですね中国にこのそういう中国の情報技術が発展するようなことをですね止めるように、えー、関連機器、半導体そういうもののですね、えー、中国への輸出を禁止するとかですね、まあ、徹底したですね、えー、中国政策を取っているわけです。で えーまあ、やはりアメリカの外交政策ということに世界中は大きな影響を受けるわけでそういう経済の面においてはですね、えーまあ、トランプ政権、2020年の3月から今日までアメリカも日本も世界もですねコロ,ナコロナ禍の中にあるわけですがここへオミクロンというのがまた出てきましてこのコロナ問題 これがですね終わりそうで終わらないということですね、そして一方、アメリカ、ヨーロッパではインフレが進んで、ですねなぜ進んだかというと、財政出動、まああえー、ばらまきという言葉がありますが、ばらまき的財政出動と、ですね金融緩和は無制限金融緩和と、まあ、こういうことで、インフレがですねどんどん伸びてくると。 そしてこれが経済に大きな影響を与えるということになってきたのでアメリカ、FRB、それから ECB、欧州中央銀行、これがですね、えー、肩を並べて、えー、インフレ対策、すなわち引き締め政策に変わったわけですね。まあ、日本はあ国の経済の体質上、デフレ体質ですから。 あよその国が今インフレになって,て4%、5%インフレになっても日本はまだ1%か1%割るところですからですから日本に限り引き締め政策はしないわけなんですが、まあ、それでもいろいろインフレのですね 悪影響が日本経済にも及んでいるということなんですね、それでまあ今年は終わったわけですが、では来年どうなるかといいますと、この経済においてはです、ね、アメリカ、ヨーロッパ、引き締め政策をしますから、金融引き締めですね、これは経済にとって、決してプラスにならないでマイナスになる、そしてインフレを一生懸命抑えようとしてるんですが、インフレがどうも加速が止まらない。 それから一方、ですね、オミクロンをはじめ、ですね、コロナ禍というものもですね、収束しかけたと思いきや、またこれがですね、<coughs> 拡大し始めたということで、ですね、これも経済に悪い影響を与える。ということで、2022年はですね、決して経済にとっていい年ではない、政治にとってもですね、東西の対立が深まって、下手をすると一触即発と。 軍事的衝突ということもあり得るということで政治もです、ね、緊迫してきた経済もだんだんリセッションに向かうということでどうも2022年はあまりいい年にはならないなというふうに思っております、はい、増田先生、どううもありがとうございました、はい、この番組では増田敏夫先生への質問を募集しています。 ラジオ盛岡の送信フォームよりお送りください。松田俊夫の逆手で勝つ日本復興のためにでした。